ご視聴いただきありがとうございました。ベースライン研究所のタッペです。はい、今回はですね、山下達郎さんのスパークルをやっていきました。非常にこのイントロのギターのカッティングがね、印象的な曲ですね。当時、まだこのスパークルが出た頃っていうのは1982年ですね。で、私もまだ生まれてない頃なんですけども、これは私もだから調べた話なんですが、当時はですね、そのカーステレオとかウォークマンとかが流行り出した頃で、音楽を外に持ち出していくっていうような、そんなようなね、時代の中で、この曲を車の中でね、聴きながら、こう、海に向かってったのかな、みたいなことを思いながら、夏ということで、スパークルというね、そんな感じで演奏していきました。はい。で、この曲のポイントはですね、やっぱりその、スラップっていうところなんですけども、空間を生かしたようなスラップフレーズになってるかなと思います。とてもこうリズムを取るのがちょっと特殊なね感じになってますよね。4拍目にコード進行の頭が来るような感じですよね。ワン、ツー、スリー、ダダダ、ツー、スリー、ダダダっていうようなこの4拍目にそのコードの頭が来てるので、全体的に小節がずれてるような、そんなようなリズムになってて、一拍目からドーンと入るような音楽を普段ね、聞き慣れている場合はちょっとね、リズム取りにくいかなとか、コード進行、頭をね、見失いやすいかなと思うようなポイントですね。そしてやっぱりその空間をねすごい開けているスラップフレーズなので、とてもシビアなリズムになってますよね。やっぱりその一音一音でちょっとでもやっぱずれるとうわってなっちゃうみたいな、そういう意味ではフレーズ自体はそんなに難しいことはやってないんだけども、リズムの取り方っていう意味ではかなり難易度が高いのかなと思いながらやりました。だから結構ね、私も怪しいところとか結構あるんですけど、はい、今の実力の限界かなという感じで、今回出しております。はい。はい。じゃあ今回の音作りのポイントなんですけども、今回こんな感じですね。はい。もうこのまんまの音の設定でやりました。ポイントは、チューナーから次にコンプレッサーを通って、で、Q ストリップというプリアンプ、イコライザーとも言えるかなっていうような機材を通って、キャビネットシミュレーションであるエレメントを通ってっていうような音作りになってます。で、もちろんこちらのベースですね。PJ タイプのこのベースでスラップをやりました。まず、コンプレッサーなんですけども、こちらはコンプレッサーハイパーアルミナルっていうものを使ってまして、最初ちょっとね、浅めにかけてたんですけど、なんかどんどんコンプレッションかけまくるような感じの設定になりましたね。すごい、だから結構コンプレッションがっつり効かせて、コンプレッサーこう叩いてる音がね、すごい強いかなと思うんですけど、アタックをね、出すようにして、そのアタックがこう強調されるような音作りになってます。だからその点がすごい目立つ音、を作るようなコンプレッサーのセッティングになってます。はい。次がですね、その Q ストリップっていう、サンズアンプのメーカーが出しているクリーントーンのプリアンプです。いわゆるクリーントーンっていうと、減音重視系って言われて、このね、通してもそんなに音が変わらずに、イコライジングだけがね、できるような、そんなようなものもあるんですけど、これはね、若干違って、プリアンプを通るだけで、まずちょっと音が変わりますね。ちょっと太くなるというか、若干音が変わってきて、で、その上で、4バンド EQ ですね、ベースと、そしてミッドが2つあって、しかもそこはフリーケンシーが2つついてて、で、トレブル、トレブルじゃないですね、ローとハイっていう風に書かれてるんですけど、でこれはその、ニーブっていうようなコンソールをモデリングした機材になってるので、変わり種のものなんですね。最初はこのコンプレッサーと、このね、Q ストリップだけでいこうかなと思ったんですけど、エレメントをお借りすることができたので、このキャビネットシミュレーション専用のね、新作、ダークグラスの新作をね、ちょうどお借りしてたタイミングだったので、せっかくならね、ラインっぽい音にアンプの空気感っていうのを加えた状態で音作りをしてみました。今回のこのスパークルって結構空間を楽しむ、休符を楽しむような曲になってますので、あとそんなに速くもないし、そんなに激しいフレーズもあるわけではないので、結構ね、そのリズム感とスラップっていうので、いい練習になるかなという曲ですね。で、私のフレーズね、タブ風で起こしてますが、これはね、結構原曲から、かなり端折っている部分が多いので、簡単アレンジですね。フレーズ的な部分は割と近いものにしてるんですけど、細かく変わっているところを全部ね、同じフレーズにしちゃったりして簡易化してるので、それでね、練習してもらってもいいんじゃないのかなとも思いますし、原曲にね、結構忠実にいきたいのであれば、これを土台として、ちゃんとね、原曲を聴いて、原曲のね、フレーズをコピーしていくっていうのもいいかなとは思います。はい。では、今回は以上となります。この動画気に入っていただけましたならば、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてですね、質問やリクエストもお待ちしておりますので、ぜひぜひコメント欄に書き込んでください。また、感想や励ましのメッセージなども
書いていただけると大変嬉しいです。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。ベースライン研究所のタペでした。